はい、じゃあ、全国100億人のスーパーストリートファイター 2X、ファンの皆様お待たせいたしました。ただいまより仙台 F1R、2019年6月29日スーパーストリートファイター 2X 大会始めていきたいと思います。はい、ファンの多さも、さながらなんですが、今日は仙台台風により参加人数3名ということで、点入れて3名なんで実質2名ですね。はい、そんな感じなんで、これ普通にやると光の速さで終わるんで、キャラ替えあり 3試合選手制でやっていきたいと思います。キャラ替えありでやっていきたいと思います。
最初のキャラだけ、申告していただきまして、あと負けたらそのまま、かぶせて OK みたいな、そんな感じですね。でその後はあの先に3試合勝った方が勝ちというシンプルなルールになります。こちらで3組総当たり戦の方やっていきたいと思います。じゃあちょっとユッキーさんと僕から先やっていいですか。はい、はい、もう一周しましょう。3人しかいないんで3人しかいないんでもう一周しましょう。で2周目もし入っちゃったら、なあの何対何で勝ったって得失点差つけます。2周目はそれでやります。1周目なしでいきますんで、とりあえず3回勝てば勝ち、そのルールでやっていきたいと思います。はい、ではじゃあユッキーさんと僕やりましょう。じゃあ席決めを決めます。あ、でも席決めどっちでもいいですね。あのお好きな方選んでください。ワンピー側で、はい。じゃあこれはこのままでいいので、じゃああのベンダさんにキャラを申告、最初に使うキャラを。さあ、それでは6月のスーパーストリートファイター 2X 大会ですけれども、解説はこれ自動的にベンダーになりますね。残り1人というわけで、そしてさあ 1P が UTX ウォークで、 2P がなんと始末屋 X ホンダですね。さあ始末屋さんのホンダ、これ見るの初めてですよ。色も譲らにはないようですね。今回大好きだ。さあここで初のエクスホンダを披露する始末屋さんがどういう動きをするかというところですね。ユッキーさんはこれは普段は S ホンダの方が多いですけれども、今はあえて X ということのようです。さあ X を使ったということはおそらくスパコンを狙っているんだろうなという気がしますね。そしてお X ホンダの実機が結構刺さってますね。バックジャンプを展開するフォークの立ち上がってるところですね。ジャンプフライパンは結構強いんだけれども、これ X と S だと変わるのかな。さあ時間がないので、これはしょうがないですね。1本目はなんと始末屋 X ホンダが伝説の1本目を取った。さて2本目、ここで X ホークが持ち直せるかどうかというところですね。こんな感じでホークは画面の遠くから鏡子パンを振って実機と白熱両方ですね、対応できるところですけど、それでこうやってコントロールライブで削ったり当てたりというところですね。このコントロールライブに実機とかで反応できるかどうかっていうところですけれども、コントロールライブの当たりが低いと実機に出され出しても確実に多くの勝利が当たってしまうというところでもね、あんまり目安の追撃は怖いところですね。そして昇竜が当たって、さあ奥攻め、ここはこうなりますよね。チンとハメを決めて2本目、2ラウンド目は X ホーク、ユッキーさんが取り返しました。しっかりガード、本当は使ってないということですけれども、スポンサーさん、X 自体は当然やり込めるわけですからね、基本的なところは分かっているはずだと。まあ前出たり溜めたりしながら警戒しているフォーク、そして先に実機が当たる。これ怖いんですよね。不本意に実機を出してしまうと勝利を当てられてしまうと。体力的には実機フォークがリードしているけれども、あ、これでフォーク動くかな。まだ分からないですね、これ。おちゃんと今度はコンドルに実機を当ててる。やってる間に進化している気がつやこんだ。体力は少しフォークが有利だけど、これ実機が着熱を当てれば回る体力だが、コンツァンが来て、これも時間ない。あー、もう無理だ。今最後しゃがみライパンじゃない、差しライパンゴロゴロ出てたけれども、頭突きのためが足りてなかったのかな。頭突き出したところでジャンプライパンが当たれば結局っていうところだったんですけど、まあうまいこと着地に当たればどうなるか分かんないというところだったんですかね。ということで、まず1試合目はこれは、ユッキーフォークですかね、取りました。これで2試合目、そしてザーキン島田さんには、まあ、何回か見たことあるような気がしますね。私もプロレス対決をしたことがあり、大会でも使っていることがあるんだ。
どれだけ投げが決まるか、お互い投げからですからね。ここで実質を決まったけど、この距離だと実質当たんないだろう。さあ、うまく2番越えて、しかしここはちゃんとエクスロークの利点を生かしたということで、別にこれダブルじゃなくても良かったような気もするけれども、あえてエクスロークということでここはダブルを決めたいというところですね。おざくらいかっこいいですね。おお、ちょっとここはダブラリで返して、しかし端に寄せたところでオーズが投げると、またしてもこれダブルを決めました。ロボスに狙いに行きましたね。ということで2試合目あっさりユッキーホークが取って、これで 2-0 ですかね。まあ、ここでパソコン画面と巨体を行ったり来たりの始末や追い詰められてしまった。僕はこれはさすがにメインキャラの竜ということになりますね。この試合は大会でも何度か見たことがある試合です。まあ、この鬼の波動を押し殴る始末や竜をどれだけ追い詰めることができるかというところがポイントですかね。さあ、今のところ警戒している。さあ、中パスとかを振って、リーもかなりこれは飛び込ませないぞという感じですね。体力的にはすごくは有利しているけれど、まだこれは分からないです。この中力が強い。そして中はなぜか空を切ってしまった。中力かなり強いですね。水盛りは恐れがみだけれども、早めに反応することで先っぽの射的判定がかなりでかいから、体重としては重宝するというものですね。ファイヤーハードを当てて奥攻めに手がつながらないけれども、カード、そしてファイヤーを振ってしまってカード攻め決められる。さあ、ここで逃げられるか。中継の相打ちになりましたね。ここはためにてもう一回いけますね。相模中パンチからの狙い通りのダブルということで、日本語はユッキーホーク、これで、リーチですね。ユッキーさん、さあ最初はボンドルを当てて、あーこれが怖い。勝利薄かったけれども、そんなに送りは大きくなかった。角を振ってしまう、また進んでしまう。安住じわじわ追い詰めて、謎の昇竜が出てしまう。やってねえよと言ってるけど、これ大波動でしょうね。さあ、これも変な技加えないよ。そしたら大コスからのバネで襲いかかったと。さあ、なんとか危なかったけれども、始末屋竜が、1試合取り返して、これでユッキーさんから見てイージーですかね。またしても X マークですね。 S は使わねえぞと、色だけ変わってます。ユッキーさんの持ちキャラ的には、あとはホンダ・バルドゲなんかも使って、バルドゲなんかはまああり得るのかなと思いますが、これは3試合目であれば使うところですかね。さあ、トンプを飛びながら特盛りこうやってダブルを入れると、その前のブラとかの知らない、ここの噂はちゃんと見てますからね。カードしたところで8台系が余裕で間に合うということで、再びユッキーホークがリーチ。ここは大昇竜が見合った。ちゃんと中継も使って、もう外野手も今のところ対象完璧ですね。追い詰められるとさすがに勝也さんの経験値が物を言うところ、真空は削りに使って、ここはリバサで抜けても当然リバサは予測済みということで、着地に台足を置いて勝也さんが取り出す。もう繋がらない。やっぱ中継多いです。一瞬お見合ったのか、おっ台足間に合う。なんとここも、あー、ここは真空はいかないけれども、真空はちょっとあれですね、ジャンプで抜けられるような距離じゃなかった気がするので、しょうがないですね。ということで松屋さんが2本取られた後の2本取り返しで、これで5分になりました。そして3試合目、3
3回目じゃないか、ミッキーさん3回目は、ここで S ソードが出てきた、メインキャラというところですね。ダブルは使えないけれども、当然、それぞれの技の判定は、X よりかなり強いので、立ち回りが有利かな。ここで、溜めはいけないが、体力は大幅リード。まだわかんないよ、一気に交差点が近づいてきた。そこでマリオパンチで、あ、ピヨッタ、そして謎の垂直ジャンプフライパン。今のピヨルト、まあミスなんだろうけど、なんかこうピヨルト思ってなかったから、なんだこれというところでコマンドミスをしたような気がしますね。そして島田さんのギャグリーチ、さあ逆三パテになってしまうのか。ここのコントロールは対応できない。そして一発目ハメ、二発目ハメ、ここで昇竜出した。さあ避難が入って、そして昇竜も当たる。もうここはなんかしゃがみパンチ出したところにキングが当たってしまった。ラストの試合は木松屋さんが日本選手ということで、これで結局は3人ですかね。島津屋さんが2本取られた後で3本取り返しての勝利ということになりました。じゃあベンダさんとユッキーさん、ああ、じゃあこれベンダさんが、負けると全員1勝1敗があります。はい、では、キャラ申告 OK です。名前がちょっと追いついてないですけれども、ちょっとだけお待ちください。はい、ワンピーベンダ X ホンダ対してるツープユッキー S ホップ、なんかこれキャラ変わんないんじゃないかなまでありますね。気がします。さあ3先です。さあキャラ自由、先方だけ申告制です。先方は申告してもらってます。さあメキシコ対日本の石格闘技戦です。お互い投げキャラに近いので、まあ投げキャラなので、まあこれも初手なんですよね。初手どっちか取るか、もうすでにホンダが辛いです。この時点でコントロダイブ刺さって、あーうまい、頭突きを誘って前ジャンプで誘ってでバックジャンプ。さあまず一発取ったのはユッキー S っぽく、ジャンプ突きも、あうまい。さあからのチャランチューピー突き当たるからの、ここは100突きで終わって、さあ体力リード、この飛び道具ない同士の対戦は基本体力リードされた側が非常に辛くなる。飛び道具あるとまだ体力負けてても飛び道具打つことにより相手を動かせるんですけれども、こういう国お互い飛び道具ない者同士だとやはり体力先にリードした方がどうしても、さあうまい、あるよ、あっと最速で1回転こすっていた。さあまずユッキー S ホークがまず1試合選手です。さあベンダさんキャラ変わってませんね。さあ見ていきましょう。さあまずはユッキー S ホークが1本選手。さあ本日6月 FR 月例大会、台風により参加人数3人という、さあ今日はなかなかちょっと人数落ち着いた形になりましたが、さあ三先キャラ替えあり三先ルール、しかしこの2人最初に選んだキャラを変更せずにそのまま使っています。さあ体力並んで、さあ
体力は僧侶が若干リードというところ、まだ時間は先っぽあるので、さあ腹式入ってこれで体力逆転、今度はホーク側が辛くなる。ジャンプ中継からの、さあ最新の注意を払って、さあまさかの、さあ最後はコンドルダイブ逆転勝利。まず1本取ったのはユッキー・エスホーク。さあ手に汗握る最初の初手ですね。本当なんでダメージを取られたか。さあさあこれはまずコンドルダイブが一発。さあずっありて傘当たりでも当たりもでかい。ジャクヌスキー対空、ジャクヌスキー、さあこうなると今度はホーク側が辛い。さあ対空を使い分けていく。さあホークはコンドルダイブあるんで対空ずらせるという視野視点も置いた上で安定した立ち回り。あれ多分コントロールダイブ来てもガード間に合うんじゃなくて、ガード間に合う系なんでしょうか。5番対空、さあ完全にこの、さあジャンプ中継一発入って、まずさあトマホーク昇竜当てて5番。さあ先に体力リードはエスホーク。ズッツキと鬼武装と、あいつさあズッツキ入ってどうする、百裂で削る、まだわからない。さあ大パン一発分ですね、投げ一発分ぐらいの、さあこの大パン一発分の体力差が20秒後どうなってんのか。さあ10秒切る、ジャンプ中継入って土昇竜からの鬼武装、そしてじゃあ百裂が出ない、多分張り手です。まずこの試合も取ったのはユッキー・エスホーク。さあユッキー・エスホークがこれでマッチポイント。ベンダーさんはキャラを変えません。お互い2人ともキャラ変更ありで OK ってニコニコしながら来たんですけど、蓋開けてみたらガチガチです。さあどっちが強いんだ大会ですね。もう客観着実機ではなく客観で返していく。さあここは体力オーバーリード。さあ逆卓に対してリスクはありますが、さあ今度は着実機でしっかり対空。まずはジェンダーホンカが一本選手、おお危なかった。さあ100列結構削れた、3回削れて大体中盤一発分です。さあ頭突き入って注文1回頭突き逆タク、これはしっかりケアして5番で対空渋い。さあ足払い見てから打ったか、ここはガード弱頭突きが弱盤の判定を透かして、ベンダホンダがここで取り返す。2対1です、2対1です。さあ2対1まだあります。おっとここで仙台場所だ。さあここで仙台場所、さあ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 ここでまさかの、さあ若干と百裂の相打ち、百裂でしかもゆっくりさん S ホンダですね。あれどすこい。さあ百裂タイプ渋い。さあまずはベンダさん一本選手ズッキーからの相打ち、ジャガル中継ズッキー相打ち、体力はベンダホンダがリード、危ない頭突き、これで追いついた。ベンダホンダがこれで2本取り返します。さあマッチポイント、いいですね、お互いマッチポイントまでもつれ込む。そして最後はエスホーク、やはりこのキャラ。さあお茶を濁して気持ちもリフレッシュ。
りあえず一息つけたと、そんな感じなのか。じゃあさあコンドルダイブ入る、逆算で実況を止める。鬼無双からめくり中継からか、しかしこれは最速で対空を打っている。頭突き入って、まだそれでもさあホーク側が体力リード、残り20秒切る。お互いコパッと何かを連射、歩いて、あっと最速、これも。さあまず取ったのはユッキー速。さあリセットに向けての一応お膳立ては出来上がる。さあ試合開始から30秒、まだ1ドットもお互い減ってない。さあ昇龍誘ってまず先手を取ったのはベンナホンダ。さあここはどうしても取りたい。さあトマホークはガード、コンドルですね、コンドルはガード、コンドル2発目ガード。さあこれ3回目はさすがに打ち、おー台風からの、おっおっおー、これで取り返した。ベンダホンダがこれで取り返して、お互いダブルリーチ、ファイナルラウンド。さあベンダさん勝てばリセットなくなり、ユッキーさん勝てばリセットがある。さあ地味ながらも、見た目は地味でもやり取りは深い。うわー、この体力1ドットをリードしたいがためにお互い対策が光る。5番、地味に少しずつ体力を入れ通して隠れて削る。残り25秒、鬼無双来るヒット、そして攻めない、頭突き、残り、うおー台風、そしてどっち勝ってる。さあここで勝ったのはユッキーエソク、体力1トット差でした。ユッキーさんが、勝利。これでベンダさんと僕で決まるみたいな感じです。そしてマイク喋る人がいないってやつマイク誰も喋る人がいない。さあどうしましょうこれさあ喋る人がいない。急遽今日ゲストの中西さんが1試合だけ3先でやってるんですよ。3先です。はい、はい、よろしくお願いします。ちょっと急遽実況になりましたが、はい、お願いします。し島瀬さんとベンダさん、ベンダリュウ、まあ、誰のご存知だろう、まあ、リュウリュウ、ベンダではなくさあ、で、フェンスハロゲン、トモンチェーンでリュウのジャンプ向かって、ベンダに絡んでくる。さあ、ウィンダーシャンプした理由は、ウィンダー中間出して、さあ、ベンダは、スイラティーハンダリュウ。さあ、この後、さあ、入ってみたい。この後、リュウダーがダウンを奪って、さあ、ハロー、ベンダまだ理由が遅いのがありますね。まだ本当にきついんですよ。
空が出たら、さあまずはメガサイコです。
中西さんありがとうございます本当に突然行って実況引き受けてくれるこのね、あの優しさ本当ありがたいです。はい、3点1勝1敗でリセットです。あの本当にそうなっちゃいました。はい、じゃあ2周目あの言ってた通り得失点差ありで2周目行きましょう。だからあのルールは変わらずそのまま、まあ、もう1回遊べる的な感じでもう1回やっていきましょう。ごめんねあ、ちなみに、2周目得失点差を次数えますね。今2勝1敗3勝1敗というのを全部、1周目はなしでやってましたが、次の試合からまたあの次の試合はありでやります。じゃあまたユッキーさんと私からやりましょう。ユッキーさんと私からやりましょう。ルールは変わらずそのままでやります。で2周目ですね。あ、この長く遊べる F1-2X 大会で200円で長く遊べるので、ぜひ動画を見た方も次回大会にいらしてください。そして今度は1試合目から SO ということで飛ばしに来てるのがよく知る。さあ、ちゃんと勝利に使ったところに台風が飛ばれていると。ただこれもさすがに大昇竜でこれは許せませんよと。温まってきてるのか、壁がきちんと決まっている USPS を取り込めておりますね。私のスクリーンだからこれ可愛いですね。さあ、マネが打てるやな。ちゃんと波動なんかこれコントロールの後に出されてる感じが早いのになかなか対応が取れたメッセージだな。このコントロールに対応できていない。おお、今度はきちんと近づいたらしゃがみこパンから台風で逃がしませんよということで、1試合目はユッキーフォークですね。さあ、特殊点差があるので今度から丸×をつけることになるんでしょうかね。まずユッキーさんが、さあ2試合目色が変わったわけ、同じく X の竜松田さんですね。コンドルは登りキックで落としたと思ったらまた当たる。これはリバサじゃないけれども勝利が決まる。ちゃんとコンドルにもこうやって中キックとか昇竜で、今度は飛んで速かった。またしてもリバサじゃないですか。昇竜が決まる。コンドルがしっかりガードして波動でこっち来るなと。そして今度は登り蹴りですね。しっかり決まって松屋リーダー1本目波動は垂直でよくて、今度は登り蹴り決まらない。コンドルが空中で当たってしまった。そしてなんかペチペチして怪しいが、なんだかんだ言ってここは舐める。さあ、このラウンドはしますが厳しいぞ。さあ、こっからマリオパンチだけど、ここから波動は繋がらないですね。ぴょんぴょん飛ぶ。そして今がちょっと楽しみだから波動をお釣りでもらってしまった。の時にはこれ勝利間に合わないガード。そして第5スからの投げ、受け身がないところはもう空通しょうがない。ここは無理せずガードですね。さあ、波動を組ませて残り時間20秒だけど、まだあると思ったらカラージャンプからの台風ということで、2本目はユッキーくらい、ユッキーさんですね。さあ、開幕の時はしっかりと勝利を落とす、大昇竜を落としてダメージを最大限もらいましょうというやつですね。そしてここで跳ねに行けるか、一瞬のみだったが謎のコパン連打からの台風、そしてこれは決まりますよね。さあ、ユッキーさんにとって2勝目ですかね。さっきと同じ展開で、まず2勝はすると。ただ1回目はこれ、千夏屋さんが3本取り返していました。
ただ1回目はホンダとか使っていたので、まあある意味負けてもしょうがないかなという気もする。今度はメインキャラで2本取られているので、精神的な高い日が果たしてどうなっているか。ダルシムが今日はいないので、ずっとダルシムステージ。ここは攻めない、勝利はカス当たりだけど、とりあえず追っ払えると、まあ、ここは一応しょうがないかな。ちょっとハメに行ってる距離じゃないと思ったら飛びを外押しになってハメの距離になる。そしておお、ダメ返し、飛びには中足でも倒せるよということで、とりあえず中足で1本目を取ったと。は取れませんよということで、メスレビューの意地を決められるかどうか。しかしスカル、まあ、ここのところはスマスレビューはうまく試合を運んでいる。バイパンに当たるけれども、この手にはならない。さあここでコントロが当たって、タイルに逆転、しかし髪にはいけない距離。あー、これガードしてしまうとどうなっちゃうんですよね。一瞬止まって、ちゃんと上を見ている。さすがスマスレビュー。そしてスリックはガードで使わせると。波動にジャンプライターを当てて、これでリーチ。さあどうなるか、中足のコストがあって、おお、ギリギリのところで勝利が当たる。さあこれ TK はありますね。一回ぼかされるとやっぱりリーチ厳しいんだよなって言ったら、ぼかされてしまって、ちょっとめくり気味に当たって、ペシペシペシで、さあ当たるか。おお、これは無理だね。今のはリバサで恐竜出してもさすがに返すでしょうから、ということで松屋竜が意地で1本取り返す。勝利ないです。ここで今日初のバルドコが出ました。さあこのバルドコはどう対応するのかな。ひが多いので、このひに対してどう返すかと。ひょうだったらマリオパンチとかで返せるんですけど、遠い距離のひに対してスライド勝負を絡めたりするとお釣りを回ってしまうということです。バルドグに対して勝ち中継の回復。さあこの辺は遠くに落ちたところに、これは甘えは許しませんよということで、しっかり真空を置いていた。最後はしゃがみ中継を当てて、飛沫や竜が1本目取り、さあ、スノートチケチ当てに行くけれども、ここはファーメル。さあ、髪に固まっている飛沫や竜に、ペチ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 打っていくが、爪にカウンターの勝利を当てる。そしてここは300点勝利でもいいやということで返すと、謎の場面、お気に入りはない。勝利の空振りにもお気に入りはなかった。さあここはちゃんとナイスガードですね。あー、この真空は多分口に当てようとしたんだけれども、今日が裏に回ってしまったので使ってしまったというやつですね。これでクッキーさんがリーチだが、その3試合目はゴロゴロ回って、今のところにマリオフが体力リード。おお、逆に当たる勝利。確かに今の裏に判定あるんですよね、これ。さすがリードしている男。さっきと同じパターン、これデジャブですね。ちゃんと手前に落ちたひょうを残して真空を当てるということで、さあパナクも始末や竜が2枚から2本取り返して、さっきと全く同じパターンですね。ここまで2で来ました。そして最後はメインキャラということで、再び SO 中5差だったところに、あっ、食べいけない、ここ勝利間に合わない。ガードも大事ですね。ガードしてもまあフォークがすぐにすぐに何かいけるわけじゃないですからね。ガードするところはガードする。ちょっと飛び多くなってきたかな。なんとそこは勝利で止めるが、ここはまあガードでしょうがないということですかね。もう一瞬を見合って、さあもう勝利は2回でもないが、ここはハト一発で2発目、なんとか飛び間に合うのかなと思ったら、最速の大波動が飛んできて、これでまたしてもさっきと同じパターン、飛沫や竜ガッツリ。そして飛びはこれ2段入りましたね。2打差で投げ
て、こっからハメいきますよね。こっからハメ失敗。さあ投げる。投げたんじゃ一発だけ。そこは無理しない。どういう。さあ、いつコントロールが来るか。ちゃんと見ていた。またしてもさっきと同じパターン。2敗からの3連勝ということで、松屋さんが勝ちと。ということで次は私ですね。はい、じゃあ戦闘キャラの進化。はい、戦闘キャラ聞く前に、スタートボタンが押されたのでちょっと焦りました。はい、ではワンピー、ベンダ、ホンダ、スーピー、ユキ、エソク、さっきと同じです。さあもう一杯おかわり見ていきましょう。さあ、さっきは完全に全員1勝1敗、そして2周目。さあ、そんなわけで早くも田さんとユッキーさんの2ラウンド目ですね。さあ、台風入って着艦、最後はしっかり着付き、一番の敵が長い。さあ、ちなみにさっきこの試合はユッキーさんがフルセットからでしたかねというところだったんですが、本当に一ゾッと差でした。さあ、この対戦で毎回ユッキーさんとベンダさんそうなんですけど、結構ドット争いで勝負つくこと多いんで、まあ後から家帰ってみるとめっちゃ楽しいです、この組み合わせで。1周目をまさにね、本当にミリ単位のドット差で勝負がついたので、さあこの試合も期待したい。さあ、これは半角っぽいですね。これはホーク側がらしいですけれども、僕は分かりません。さあ、これは弱託をかけたら追えない状態。まず1本取っていったのはワンピー、ベンダ、X、ホンダ。さあ、だんだん疲れも出てくる頃ですからね。2周目なんで温まってきた。ベンダさん若い、温まってますよと。おっと、ユッキーさんがここで S ビュー。さあ、変化球を混ぜてきました。まあ、かぶせですね、完全に。さあ、昇龍。さあ、この組み合わせ、龍側が対応しっかりすると勝ちにくいと言われています。さあ、当たんない確認からの昇龍仕込み。さあ、2発目昇龍はちょっと出なかったが、さあ波動。さあ、 X2 は真空がない代わりに波動の全体モーションが非常に短い。でもちょっと速かったっけ、確か怪しいな。でもちょっと速いです。非常に波動圏に突破した性能、ただし真空波動がない。あとジャンプ台キックの先端が強いと。ありがとうございます。今度じゃあ今日は日本の中西さんが、世界の中西さんが遊びに来てくれてるんで、さあ横から若干の解説を交えて、ちょっと途中実況もお願いしてというところで、今日非常にご協力いただいております。中西さん、いい人です。ほっといい人です。さあ、勝利を割っていく。ジャンプダイビングから頭突きからの、さあ、ドジャンプ台系の判定が、これは強い。さあ、取り返したユッキー S 龍。ユッキーさんがまさかの龍拳を使う。ちなみにユッキーさんは今まで龍拳大会ではほとんど使用してない、一回もないまであります。僕は初めてに近い、見たことないですね多分。今日は勝ちたい意気込みを感じる。さあ、めくり昇龍出る。さあ、め
入力方法はしっかり心得ている。そして S 流の昇竜拳は上昇中完全無敵、上昇スライドは完全無敵、出してしまえばあとは登り切るまでは完全無敵と。さあまず1本取ったのはユッキー S 流、隠し球ですね、まさかの北斗。さあちょうど頂点に出かかったラインですが、ここは勝利割っていく。やった。さあちょっとコンバーターの劣化により若干画質が乱れております、申し訳ない。おみるぞー、やり返した。レンダホンダ、さあ11ファイナルラウンド、ちょっと画像が乱れてますね、申し訳ない。全員が一人しかいないんでどうしようもない。この試合終わるまで一旦待ちましょう。さあ昇竜、大昇竜、さあ上昇中完全無敵なので、ここはもう弱昇竜ではなく思い切って大竜ってきた。さあ炸裂、大昇竜まだありますよ。めくり竜巻からのめくり竜巻、中はシャドウ、最初のジャンプダイビング昇竜拳。さあ取り返したのじゃない。さあ S 流に変わってから2連勝。さあベンダさんが追い詰められた、大ピンチ。あ、さあ見ていきましょう。 S 流がまさかの甲を奏してのジャンプダイビング。 X 流でも一応あのタイミングであれば一応帰ります。さあただ S 流は通常が強いというイメージが非常にあるので、さあこれが辛い。あれかぶってんですよね、あの足まだかぶってます。そうなんです、かぶってんです。逆立つ、さあ100巻、ちょっともうちょっと横でしたね、もうちょっと右に寄ってればというところ。さあこれでユッキー S 流リーチ、この辛い状態、ベンダホンダどう対抗するか。頭突きが入って小昇竜で読み合い、ここは勝利の読み合いが勝つ。飛び倒す、さあずっと見抜こう、しかしあの位置で当たってんのに頭突き、おーどうだ、炸裂、熱い熱いベンダホンダが、さあこれで1本取り替える、ここで取れればフルセット、飛び倒す、昇竜反撃はちょっと遅かったが、まあ炸裂で削っていった。さあそして地味に頭突き2回ガードさせてガメ足で追い込んでいく。さあここは種回所地点だったので耐久は落ちないが、100巻で抜ける、おお波動の手に当てて炸裂、頭突き、大頭突き、勝ったのはベンダホンダ。さあ星が並びました。あ、右手がうまく動かない。そして即ペックスコーナル。さあまずはフルセットまでもつれて最終的にはこうなると。さあやられた方が神的な感じです、まさにサムライスピリッツ。あゆち体力リードはホンダ、さあそうなんですよね、ホンダは攻めなくていいと相手を見ている。先に1本取ったのはベンのホンダ、さあリーチ、逆リーチですね。ここでベンダさん勝つと私とベンダさんの優勝決定戦的な感じになります。弱頭突き、逆角をかけていく、しかしここは読んでいる。あれ一応台風の前なんで本当読みなんですよね、あれ昇竜じゃないと思った時に今度台風来るんで、あそこはもう体力リードされているのである程度のリスクを払って持っていかないといけない。さあしかし読み切っているベンダホンダ、この体力差はかなりきつい。
あーっと百裂からのコントル20秒、あーっと最後は百裂の上、勝ったのはベンダホンダ3対2でベンダさん勝利ということで、ユキさんがこれであれですね、まあ、ちょっと頑張りやすくですね、2対3、じゃあベンダさん私で優勝決定戦です。もうなんかやること決まってるじゃないかこれありました、いやもうとことんやりましょう。
さん2本目、2本目選手、これはでかいですね。今週の上はこれで島田さんリーチ、ベンダーさん後がないですね。はい、ということで、3人でしたけどめちゃめちゃ疲れましたねということで本日の以上島津屋です。ご参加誠にありがとうございました。今日は台風、雨、いろいろちょっと人数ね、あの X 業落ち着きましたけど、またあの毎週金曜日と、あとまた来月もやりますんでよろしくお願いいたします。今日はね、本当に、まあ、台風が影響したということで仕方ないって感じで、まあ、あと今日一応2台このまま、あとセーバーで 何か X やる人もいると思うんで、あの多分そのうち入ってくると思います。よろしくお願いいたします。ということで本日の大会以上で終了です。ご参加誠にありがとうございました。そうだね、あと中西さん、唐突のお願いの実況ありがとうございました。ありがとう中西実況とかレアですからね、本当に今日ラッキーです。はい、あと、このまま店内は、の試合このまま垂れ流しで配信、まあ、対戦あればこのまま対戦の方、垂れ流して続けると思いますんでよろしくお願いします。あとクレジット、はい、そんな感じで本日は誠にありがとうございました。
Thank you.
you
Fight!
Shh.
Thank you.
だ。Okay.
Oh!
Yeah.